します。しかし私はこれが甘いとかいい加減だとそのようなこと一切考えておりません。野田佳彦君。私は脱税と断定した言い方はしていません。脱税の疑いのあるという言い方をしました。疑いがあるというのは、きちっと政治資金として使ったか、全部説明しきれてない人が結構いますよね。じゃあ疑いがあるじゃないですか。ある方はね、2800万円近くを机の中に入れていたって言うんです。使ってないってことじゃないですか。雑所得として考えられないですか、それは。疑いはあるんです、いっぱい。正確に私は言葉を使っているつもりであることは、まずご指摘をさせていただきたいというふうに思います。で、その上でですね、ちょっとじゃあ、端的に聞きますよ。非公認で立候補された場合、当選しますよね。追加公認されるんですか。石破茂総理。それは仮定のお話でございますが、主権者たる国民の皆様方が、これは憲法によって、すべての国民の代表者としてふさわしいというふうに、主権者たる国民の皆様方がご判断をされた場合には、それは公認するということはございます。野田佳彦君。かなり本音のお話であって、早く総選挙をやって、みそぎを終わらせて、早く要職につけようと。いうお考えだと私は思いました。思いました。で、その上でね、よくよく考えてご判断をされたという今回のね、お話をさっきされましたけどね、果たしてそうなんですかね。私にとっては2点、3点、右往左往しながら決めてきたと見えました。で、そもそも解散ありきでしたね。ご祝儀相場があるうちに解散すれば勝てるだろうという思いから早期解散を決めた。でその上で、もともとの方針は、すべてのいわゆる裏金に関わったね、引き裂いですか、未記載の人たちを、要は全員公認する方針で、全員重複立候補させる、誓約書書かせる、それが最初の方針だったんじゃないですか、もともとは。ところが、本音をおっしゃってるんですよ、全国幹事長会議で、総理は。どうおっしゃってるかというと、どうすれば我が党が勝てるかを判断した。政治資金問題に対する批判は私ども思っているよりはるかに強い。要は、批判が強いから、厳しいような対応に見せているということではありませんか。どうぞ、お答えいただきたい。